歩くほど痩せる、歩くよりも痩せる、立って行うデッドバグを紹介していきます。今回のメニューを行うことで体の歪み、歩く際の筋力、体幹が身につきます。長い時間外で歩くよりも今回の2種目で痩せる体が作れます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。その場で行うウォーキングインナーマッスルデッドバグをやっていきましょう。これに加えて体幹しっかり鍛えるために片足立ちでバランスを取る中級のやじろべえをやっていきます。それでは紹介します。普通に歩く際に体幹部がしっかりしていないと体がどうしてもくねくね動いてしまいます。そうなると体の使われている筋肉がたるんでしまっているのですごくもったいないんです。しっかり体幹部を鍛える、歩く際の筋力をしっかり身につけることで歩いても痩せる体が作れます。今回はデッドバグというメニューをしていくんですが、その場に気をつけします。見ながら一緒にやってください。手を前に伸ばします。歩く時と同じように左右対称に体を持ち上げます。手はしっかり後ろに持っていってください。バランスを取ったら今度は足を入れ替えます。このような感じです。片足ずつ呼吸を吐き切ります。入れ替える際に吸ってふーっと吐き終わったら戻して、息を吸って吐き続けて、なくなったら足を入れ替えます。しっかり骨盤を立てて足を入れ替えてください。これを1分間行いましょう。これで歩く際の筋肉がしっかり鍛えられます。通常手はここまで上げません。足もここまで上げませんよね。だらだら歩いてしまいますよね。これが治ってきます。頑張っていきましょう。それでは行きます。スタート。しっかり息を吐き切ります。お腹どんどん引っ込めて、なくなったら門は水平まで、呼吸がすごく大事です。なくなったら入れ替えます。片足立ちなのでバランスもすごくね、いります。手の肘はしっかり伸ばしてください。しっかりおへそを上向ける感じで、これでね、すごくね、歩く筋肉が身につきます。そして片足立ちになっているのでバランス力が良くなります。はい、 OK です。1分あっという間ですね。あともう1種目です。これは片足ずつやるので、かかと足1分ずつ、あと2分です。頑張っていきましょう。今度はインナーマッスルをしっかり鍛えます。寝たまま腹筋を行っても首や腰が痛くなったり力んでしまったり、逆にインナーマッスル鍛えられてないことが多いです。立って行う方が実は鍛えられます。今回は片足立ちでボールを持ってるイメージです。足は自由にしてください。左右に振って速く投げる、結構後ろに振って前に速く投げる、飛んできたボールをキャッチして投げ返すっていうイメージです。これを片足立ちでバランス取ってください。ちょっと辛くなりますが頑張ってみましょう。いきます。スタート。ボールを投げる、キャッチしたらしっかり体をひねって投げる。これがね、バランスと歩く際に使われるお尻の筋肉、インナーマッスルが鍛えられます。あー、結構ふくらはぎにくる。あー、しっかりね、投げるのはね、ふう、早く投げてください。キャッチして投げ返す、こういうイメージです。よいしょ。早くひねることでね、奥のインナーマッスルが鍛えられます。結構辛い、これ。よいしょ、よいしょ、こういうイメージです。あー、お尻に来てる、やばい。よし、 OK。 それでは反対足、あと1分で終わりです。歩くよりもよっぽどこっちの方がね、効果的です。頑張っていきましょう。スタート。よし、ラスト。よいしょ、早く投げる。体をひねったら一気にひねる、回したら
下げる。結構ね、息ぜいぜいになりますよね。これ早く体をね前に動かしてるんで、ダッシュしてるようなね感じね、心拍数が上がってるんで効果的です。筋トレをした後とかにねこれを行うと脂肪燃焼効果がね上がります。ケツが痛い、ケツの横がね痛かったらバッチリねバランス取れてます。よしよし、 OK。 キャー、いったー、ケツ痛い。お疲れした。今回の歩く筋肉がしっかり身につく、そして体幹部がしっかり鍛えられるので歩き方が上手くなる、なおかつ歩くよりも使われている筋肉が多い、負荷が高いので歩くメリットっていうのはその時の消費カロリー、多少筋力が使われる、少しだけ心肺能力が上がる、そういったメリットしかないんですが、今回のは歩く筋肉がしっかり鍛えられて歩いてない時も筋肉の回復なのかで消費カロリーが上がった状態保たれますので、長い目で見るとその時の消費カロリーよりもずっと消費カロリーが上がる、こういったメニューの方が痩せるためにはおすすめです。頑張ってやったよ、バランス取れたよ、そういったことはコメントで教えてください。グッドボタンも忘れなく。各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。